ということでいよいよ決勝を迎えましたよ皆さん、はい、来ました、はい、来ましたね来ました。おっし違うんだよな。頼む残念ブッブッブッ何ですかこれこれですか。で、学生チャレンジ来ましたけど大丈夫でしょう。本当言ってんの。絶対やらなきゃいけないみたいな状況だったんでね。あ、一歩出し嬉しい。お疲れ様です。絆さんもあれ珍しい。え当たんなその25も当たんな。当たんな。あの押し順当てただけでそんな騒がないでもらえるしゃあない。まあまあ3択ですから。532枚。って思いました。どんぐりの背比べとまではいかないですけど泥試合すごいしてるんで私今かなり不利な状況ですけどパチンコ一撃でかいんで全然盛り返せると思います。140分の1って花々の設定力でビッグじゃないやボーナス引くようなもんだろう。すげえ簡単だと思うんだけどな。ただこれがパチンコの場合不思議とそうなんねえんだよな。はい3枚目。鬼浜好きすぎません？このデータ見たら全部売ってると思って。俺じゃない俺じゃない。あ違う。いやでも500枚のマイナス売ってましたもん。そうだそうだ。そうだ隠したところでね。まあ、とはいえこっからまだ跳ねる可能性があってみたいな。そうなんですよ。っていうところなんで、ああれなんですね。さっき7ゲームとなったって。ちょっとおいおいすごい告知してくれた完全告知。AT 終わりましたわ。エピソード終わったわ。うん。よかったよかった。じゃああれだわ。多分500何枚ぐらいだわ馬本さん。正解正解。優しい素直。マジでいい勝負ですわ。いい勝負。これ僕 AT を伸ばすことができたらまあ3連ぐらいするだけでも今のところ暫定一等賞なる可能性もあると。絶対に伸ばしましょう。いっぱい出てこい。いっぱい出てこい。うんまだまだ足んない。赤うんもう一個。まあ悪くはない。5人衆ですね。 10% 保証の 90% もいますよ。いやー頼む。うわーこれ結構大事にしたい。 16% まではいく。ここまここから 90% ループだから頼む。うわー確率通り。めっちゃ弱い。緑がめちゃめちゃ弱い。90% ループ弱いっすね私。でもさっき 51% で使ったんでこれはちょっともう頼むよ。チャンスアップない。大丈夫。赤文字。おお来た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 。これはいったと思いたい。避けろ食らう。ボタン頼む。行ってくれ行ってくれ。よしありがとうございます。行きました。なんとか。あー平均 80% ループ行きましたよ。いやー神神。あー緊張する。あー一応いる1個うんだよな。まあ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 、いやきっちいけどまあもうやるっきゃないんで
張るやん、めっちゃ頑張るやん。ブルーなあ、どうした、これならいけなくねえぞ。3回に1回以上勝つんだからさ、チャンスアップはない。うわー、のぼうちゃんか。ここでリュウジとかだったらもう濃厚なんですけどね。おお、マジかマジかマジか、いきなりチャンスアップ来た。避けて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 、はいはいはい、強攻撃的な感じじゃないけど、あんじゃない、いけ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 、のぶちゃんのぶちゃん、よっしゃー、やったぜー、ありがてー、来ました。怖い、びっくりした。このよ、これにかかってるのよ。保留とかがね、変化しなさそうなんで。あ、キュピンストック2個。で、今、ゴーシルのカスタムをね、ノーマルにしちゃったんで、33% ですね。あ、使うタイミングも大事なんですけど、これ、疑似連のパターン。97% あります。さあ、後ろの歌詞も金ですね。これはもう大丈夫でしょう。まあ、チャンスアップ次第で、あ、テロップが赤に上がってますね。 65% です。あとね、固有のチャンスアップもあって、時計みたいなマークが出てくるとチャンスアップ。カットインはキリンが入った時点で大当たりですね。さすがはこの私だ。はい、当たってるじゃないですか。ラッシュ中のカスタム違和感アップにしてます。勝ち当たり後なので、ね、これラッシュ、これラッシュです。あ、今入りました、ここからです。まあ、これ全然2万発3万発出る台なんで、あ、頑張ります。いや、怖いな。はい、初当たり後なんですけど、時短3回転プラス残保留4個の7回転あります。で、最初の3回が約 8.8 分の1で大当たりを抽選してて、で、後半の残保留4回転なんですけど、出玉なしの突然時短 C 時短約 7.9 分の1も、同時に抽選してます。なんで、大当たりの確率が、C 時短込みで約4分の1に上がってるんですね、残保留が。で、残保留が当たりやすい完全になってます。で、ここの当たりは違和感発生すれば当たりです。で、フリーズ起きれば OK。 スルーだけはしたくない。順目だったら負けますし、ここからナホリパッと入ります。ここから当たりやすくなってるから、なんかしら偶数、違和感、いや待って待って待って、ライブとか4、5、
だ。やば。あ、待って。ちょっと待ってくれ。え、頼む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 。さあ、オッケー。負けました。危ない。Gリターンの方で抽選、当選しました。危ない。よかったです。命がつながりました。あ、違和感発生しましたね。叩き潰すなんで今回は3000ではない。よかった、スルーは免れました。でこの後は、時短7回転プラス2保留4個に増えます。で最初の4回転はラウンド消化中にここのコデジが動いて高速消化で抽選してます。なんで見た目上はさっきと同じ感じ。最初の4回転で当たってると1500発上乗せされていきます。あ、今抽選してますね。最初の4回転では当たりが取れてなかった。抜きます、ごめんなさい。お、おい、やだ、お願い。3。あ、いや、まだわかんない。ボタンができれば1500 1980。ということで初回は1980発で終わりです。まあでも持ち玉がねちょっとできたということでまだまだ頑張りたいと思います。はい、ボタンも出た。大事、よっしゃー。あー残念ですが520枚ですね獲得したので、だいたいどうなんだろうな、プラマイゼロぐらいには近づいたのかなと思います。よしよしよし。このなんていうんですか、ああ俺の狙い外れてるわこの台打ちたかったって言ってた台が5の0で、5の0はさすがにっていう感じ。隣のカバネリ打つかな。ああ最後の3択ミスったの思い出したな。今なんか561枚ですね今のところ持ってるのが。さあでは2台目もカバネリですね。隣の台朝一台です。朝一、一応そのね右隣の台が連日へこんでいたからという理由で打ち出しましたけど、そんなめちゃくちゃ挙動がいいわけではなかった。まあそれだったら隣のまだ回ってない台を触ってみようかなと。でまあマイジャグにね 3,4 台当たりをつけてた台があって、まあそれの多くが高設定じゃなさそうだなという感じの台でやめ、履歴でやめられてたんで、まあ、自分のそのなんていうんですかね狙い方っていうのが必ずしも正解じゃないなということなので、まあ隣の台でもいいかなという、まあちょっとね楽観的すぎるかもしれないですけど、まあもし左の右の元いた台を打ち続けてて誰かここに座ってあれ案外挙動良さそうだなってなったら多分後悔するなと思ったんで、誰かに回される前にこの台を打つことにしました。
1なんで成功率でも 21% ぐらいはあります。通常の可能性があります。メリオダスが登場すればラッシュ突入です。じゃあ3式引くの早いんだけど、こっちか。レインボーまで行ってメリオダスが出てくれば OK です。はい、通常でしたね、今回は。残念です。ということで123ゲームですね。1回だけですか。だからこの台を最初から打ってると限らないよな。あ、違うんですよ、牛尾さん。もう絆さんが状況をバッチリ僕に伝えてくれたんで、牛尾さんの。あのバカかな。バカ言わないの。ということで、まあ、このバイオ RE が一番払わってるのはこの台なんで、この台まず当たるまでなんですけど、うん、まあ楽しめたらなという感じでいきたいと思います。はい、ということで2機種目いきましょう。もともと朝一番打ちたかった機種ですね。まあ、前代リセットと言いましょうか、機種ごとで前代リセットっぽいんですよね。まあ、どっちでもいいんですけどね、これ最終1なんでやめゲーム数がわからないですね。さあ、よく当たりました。2台目も天井ですね、664設定変更後の天井ですね。この台に使ったのが、1台目の出玉飲まれて追加投資が1万円です。はい、さあここからある意味なんか1台目打ってなんかダメだったっていうか、出玉が伸びなかった時よりある種すがすがしい気持ちではいます。今よしやるぞっつってもう追い込まれてるんでね。目指す。おう、66%。よし、とりあえず無名戦ぐるれ。あー弱い。173枚。いやまだ次で1000あるから、さあ行こう。複合チャンスが来い。お、いいですね。関数字は厚い。あ、しかもこれ継続します。止まれ。あ、あとあと、よし、仕事した。刺さる。いや、楽しいね。うい、どうなんか。94% 以上あります。あ、イコマだけで発展しちゃった場合は終わる可能性、終わってかダメな可能性もあるけど、まあほぼ大丈夫なはず。6本症状。よかった。さあこんなところで立ち止まってはいられない。セーブ。
ちょっといいとこ見たい。生駒さんのちょっといいとこ見たいよ。いつもの生駒さん狙って狙ってもうあったかい。じゃあここ乗り越えて次攻撃もらおう。おーあったあったあった。赤文字はあってほしいです。継続。ああ行くか。頼むお願い。当たって当たっていて頼む。10 10 10 10。あっ中かきついな。ああダメだ。チャンス目止まった 66%。 左から行くって決めてます。お願いします。いやー三択。次も左から行きます。引いた場合はあ右なりまあ、一応可能性はあります。頼む言ってくれ。3択のやつ引いてて押し順ナビ出すかどうかって抽選受かったらこういう風になるんすよ。タップじゃあな、まあまあしゃあないですね。今回はちょっと打ち続けます。チャンスも一回も出てきてないんで。前半ラストチャンス。はい、前半終了で厳しいね。いよいよ泣いてもらっても最後の3時間になってしまいました。まあどうやらスロットの方はまあなんか出玉ちょろちょろでまあどっこいどっこいぐらいな感じになってんじゃない。出た1回転。おっポロイチあるか。お戻り一発1回転。ちょっとなんか弱そうだけど。あれ金だね金だね金だったね。お話変わるか。これがだから都合5回目。5回目だね。先バレ5回目。赤い。なんかなれ。あれ。緑あれ。ちょっと足らない。当たる時用のやつにしたらなんか足らない気がする。ただ当然ゼロではないからな。
つれえな。来ました、お願いします。大前保留入ってますね。白ストックは1個です。あ、もう使っちゃう。あ、チャンスボタンですね。メリオダスト、あ、キリオダッシュ。97歳です。これはもうもらいましたね。後半です。タイトル授業、テロップが上がってます。あとはカットイン崩落デバイス、ロストメイン落ちてきましたね。チャンスアップ入りました。 OK、 はい、というわけで303回転投手が3万5000円ですね。結構戻ってきた、早めに当たってよかった。さあ本日2回目のラッシュでございます。今度は伸ばしたい。こっからよ。今エフェクトがでかかった。どう？うわ、ダメなんだ。あ、チャンスアップです。あった、ブレてます。
ね、バーストの絵を お届けしたいんですけど、なかなかちょっとね、できてないですね、私。どうだ。お、行くな。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょくるかもしれない。ちょくるかもしれない。もしかしたら。ああ、ダメか。バトルか。875回転ですけどね。ショットガン持ってますから。ベル揃えよう。下段にベルがテンパれば15枚なんですよ。うわあ。よーし。お、これはアップ濃厚じゃないですか。今日初めてですわ。4回目にして緑いった。まだあるから。うわあ。もう一回ベルで赤ですから。よしよし、当たってる。左、ギャー、弱すぎだろ俺。ラスト、ショットガン持っててベル一回だけだった。でももう天井も近いしプッシュ押そう。よし、当たりました。やりましたね。まあ、やりましたというのはちょっと間違っていますが、当たるんで間違ってはないと思います。ありがとうございます。ゾロ目の888回転でございますね。総投手が20本ぴったり。いきましょう。10パーで奈良が中段に止まらないです。お、スライドパターン。これもしかしたらスーパー行くかも。あ、いや、あ、いや、でもよしよしよし。15枚の約4割ですね。で、上乗せしますんで、これ生かしていきましょう。10パー取ってましたわ。嬉しい。ってか初めて僕取りましたね。何回やってるか分かんないんですけど、うん、はい、残念。はい、ダグチェリーで乗った。お、30でかっ今来た来た。はい、これ濃厚です、赤なので。お、でかいでかい。だいたい10なんですけど、でかい。あれ、あ、否定形ですね。気にせず
3位手ですね。で60ゲームはでかいですよ。で警察署じゃないことを願いたい。まあ100ゲームスタートですから頼むぞ。いやあマジか。AT レベル1の可能性が大です。なのでリプレイをいっぱい引いてあげないといけないんで、ここからスタートはね100ゲームあっても怖いです。めちゃめちゃ怖い。同じ演出がついた方がいいんですよ、できれば。多分これダメですね。打ち込みまくってるんで、よしあしは分かるんですけど、レアクやっといたけど、スイカじゃ 15% ぐらい。フリーズ。これはやばいな。もうフリーズした。危ない。7%いきましたね。いや要はですね1回でもいけて、ということでパンデミックチャンス、ここが非常に大事。あできればこれかこれなんですよね。 3.8 分の1のこの15枚、これリプレイかもしれないんで、はいアウト。何も感染せず、まあですが100枚は出ますから。研究所とかない？また警察署かよ。あと乗せないですか。10ゲームでしょうけど、あと乗せないな。何もできず、まあ一応1回ボーナスでいけたんで330枚でデフォルト、どうしましょうか。あ、いいよ、引いてったよ。あ、ここまで行った。まあまあレアじゃない。いやこれビーバー来ちゃうかな。ビーバーさん、来ましたね。さあ本日2度目ビーバーチャンスゾーンですね。88ゲームからさあ当てましょう。チャンス目を引く、チャンス目を引く。これ10%回り来ないか。チャンス目引いて、はい60%。いやこのさっきのチャンス目ダメで、このベルの前兆っていうのであればこれ当たってるんですよ。チャンス目以外で前兆走ったら当たりなので、ああいるでしょさすがに。あ当たりました、当たりました。うセーフ、よかった。97。ただこれはもう早次郎、早次郎かな、これは早次郎。98かな。滑ってた。いやダメだな、4400は足りないよ。さあ誰、あやめね、あやめさんか。
あーでも鋼鉄城か。あー来ましたね来ました。これ当たってたらマジ嬉しい。おーたくさんあるたくさんある。日差しで匂いがする。これでね一回神社行くと暑いんですよね。あー第三棟目も暑いよ。たくさんまたある。いつも2個しかないのに。ゲーム数はどこだったかちょっと忘れちゃいましたけれども、まだ来ない。あーこれ多分行ったんじゃないかな無名チャンスゾーンは。あ当たりました。この次回予告的なやつね。これだからゲーム数踏んでたってことだと思います。よし6本勝利131。まだ早白な気がするんすよね。まあまあまあしゃあない。おしゃしゃしゃ、これあの複合の可能性あると思う、ね、これビバ止まります。これで3000、6400か。ぽいなまだ。いやまあ、あと2発。これチャンス目でお願いお願いお願い。チャンス、あチャンス目、チャンス目まず引かないといけない。頼む、なんで。いや足りねえ、これは足りないっす。6600ぐらいあったのかな最後の分。ああ生駒と匠。牛尾さんは変わらず、大当たり1回のまま。誠さんは当たってないっぽいですね。状況は今報告したくなくて、始まった後半戦始まったばっかだから、あくまでも相手の状況を見に来ただけって感じ、偵察って感じですね。あ、327枚って書いてある。メンタルブレイクしそうで、メンタルブレイクしそう。だからいいところが全然お見せできてないから。こちらの方とこちらの方にこっちとこっちにお見せできてないんですよ。私はお見せできてます。こっちにもこっちにも。私あのいいところをたくさんお見せしました。お見せした、しました。はい、え当たったの、また今。おそらく、はい、おそらく暫定1位です、はい、あマジでまくったまくりました。マジで実質実質って何、表記では一応まくってはいたんですけど。あ、本当に出たんだ。はい、マジか、やっぱやんねあんた伊達にエロいだけじゃないわやっぱだってニノさん予想してくださってたじゃないですか。いや俺は負けると思ってるよ今でも。強いもんだって。俺もエロいけど俺よりエロいもんそっちもやっぱエロさが好きですよ。いや本当にだってごめんね、あんまり俺胸元とか見れないしだから。なんか今日も結局なんか男に対しての性欲感が出てるじゃん。ここ高めるやつちょっとこう開けてさ、いやそういうわけじゃない、ちょっと出てるじゃん。あ、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないんですよ。たまたまですよ。すごいもん、もうたまたまです。もうめっちゃずっと見てたいもんどちらかといえば。でもちょっとだけ、ちょっとだけですよ、うん、男性3人じゃないですか、うん、ちょっとこうどうですかの時に。あ、やってんの。どうですかの時にワン、ちょっとここがあるかなとは思いました。あ、やってんのやってないですよ。どうやってやってんの、どうやってやってんの。どうですかーってのあるから。いいの、なんか、ね、変な汗かいてたんですけどマジか、お城さんは変わらずだった。変わらずでした。じゃあ行かなくていいや。誠さんじゃあ今から行くんだ。誠さんじゃあ、じゃあまた一緒に見てみる。はい、一緒にお願いします。俺も、はい、ホール回らと思ったからさ。リノさん本当に変な汗かいてるじゃないですかどうしたんですかって言ったら、表記まくりましたって言われて、えなんかまくったっぽいんですよ、出玉的に。表記が3万いくら使ったっつって、それが出たらしいんですよ。え
だから暫定1位ですと。暫定1位です、言ってるんでちょっとまずいですよ。まあ、まだ川さんあれですね。一応なんか自信なくなってきてますよね。いや、もう自信なんてずっとないよ。なんか僕休憩の時にも話したんですけど、はいはい、ディレクターが今日全員吐きないですよって言ったんで。いや、そうなんですよ。いや、分かる。それはね、感じてたし、決勝のテンションじゃみんなないよなって。もう僕もあの後半戦っていうか、はい、まあ、お昼いただいて戻った時、はい、決勝戦の感じがしないんですよ。そう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 、なんかね、1戦目みたいな。別になんか、別になみたいな感じでやっちゃってるんで改めてちょっと立て直して頑張っていきましょうよ。頑張りましょう。いや、結局あの偵察する予定が報告会になりました。ちょっと牛尾さんのところにも寄りたいと思います。あら、牛尾さんいなくなっちゃった。牛尾さん、お手洗いですか？ ATM に行きました。あ、牛尾さん ATM に行かれてるみたいです。あ、ジャギが来てくれました。あ、伸びた。あ、ありますね。大丈夫。よし、アップで危ないって。残り1ゲームでした。いやー、赤い。よほほほ、あれ、え、これ3000個だろ。第1回ハチガブカップライターナンバーワン決定戦、優勝者は本日の収録はアビバ湘南大店さんでした。よろしければいいねとチャンネル登録と通知をよろしくお願いします。